日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ちいら、ちょっと重心音が大きいかもしれませんが、初体験のペッパーランチを食べたいと思います。これをぐるぐる回すんですね。お肉にちょっと赤みがあるんですけど、これは焼けるまで調整してくださいということです。ちょっと難しいかなでも楽しみ。それでは、まあお肉がちょっと焼けるまでの間はサラダで先に体の中をケアしておくとします。ではいただきます。はい、混ぜ終わりました。ではペッパー、初ペッパーランチいただきます。ペッパーランチって聞いたことはあるけれど、食べるのは初めてなんですよね。だから気になっていてこうして食べることができるのは嬉しく思います。で、お米とお肉の相性は当然なわけでもっとお肉欲しいなって思えるぐらいのお米ですね。ビーフたっぷりって書いてあるのに全然足りない気がするのは自分だけ？いや、それとも自分が欲張りなのかな。もっともっと食べたくなる。ガツガツと行きたくなるような食事です。もっと塩コショウとかニンニクとか出せばよかったかな。レビューはこの後すぐ。ごちそうさまでした。ですね、結構ご飯がお肉の油や旨味を吸収してくれるので、焼いた後も逃さずお肉の美味しさを感じることができるのがいいですね。ただ結構油がきついので、今はまだ食べられますけど、年を重ねたらちょっときつくなるかなというような味がしました。油が苦手な人やご高齢の方はあまりかもしれませんね。まあ、自分は L サイズなので M サイズだったらまだなんとかいけるかもしれませんけど、なのでお肉の油で好みが分かれるかなと思いましたので、今日食べたペッパーランチは4点とさせていただきます。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。